ってみるよ。今回ご紹介するのは東京マルイスタンダード電動ガン US ライフル M14 ウッドタイプストックバージョン。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハイキュー。はい、どうも始まりました、デメリューでございます。どうも、ちょっとですね、裏方さんがだいぶやられてましてですね、疲れちゃった。まだ撮影自身は4本目なんですけどね、ちょっといろいろありまくって、撮影会のところでいろんなトラブルがありまして、すいません。じゃあですね、テンションまた上げ直しという形でですね、上げ上げでお送りしましょう。はい、今回もですね、こちらリクエストいただきました商品になります。東京マルイ製の電動ガン M14 ウッドモデルでございます。はい、どうも、はい、どうも。はい、出た。はい、ビスッとザーと今ね、はい、こういう感じでございます。持つ時にあたっての注意点は、自分の体側に引き付けて持ってて、そうそう、引き付けないと入らないから、はい、長いから。これ長いですね、これもう本当、見ていただくと分かるように非常に長いですね。でもリクエストいただいたのは M14 ということで、特に種類は、そうですね、ソーコムと OD とこのウッドモデルの3種類になりますが、3タイプ、一番標準的な M14 ということで、ウッドを選ばせてもらいましたね。今何か起きましたか。今ちょっと斜めにして、ちょっと動いてもらう、入らないから。はい、でですね、こちら M14 の、先にですね、先にはい、これは銃の各部紹介じゃなくて、私の個人的感想なんですけど、こちら次世代電動ガンが出るまでですね、はい、一番よく当たる銃として私たち模型パドックでは販売させてもらった実績のある銃です。はいはいはい、命中精度が非常に高くて、次世代電動ガンが出るまでは間違いなくこれが一番よく当たると私たちは言ってました。そうですね、はい、それぐらい命中精度の高い銃だったんですね、うんうん、で、長いから当たり前じゃないかって思われる方も結構いると思うんですが、うん、実は長いだけじゃ電動ガンは当たらないんですね。そうそう、よくね、バレルをね超長くすればね命中精度は上がって初速も上がるんじゃないかってね、はいはいはい、いう方いらっしゃいますけど、違います。違うんです、はい、これね、電動ガンはですね、長くすると逆に当たりやすくするのが難しいっていうことがありまして、はいはいはい、長いとですね、空気をきっちり送り届けなきゃいけないとか、いろいろなですね、調整をしなきゃいけないんですが、この M14 というモデルはきちっとエア容量を考えられて、はい、なおかつ剛性もいいと、はいはい、それでものすごい命中精度を誇ってるんですね、うん、で、ただですね、欠点もありまして、やっぱりですね、いいとこだらけではやっぱないわけですよ、なんでも。ほうほう、その欠点というのはですね、球弾不良が起きやすかったんですね。はいはい、その内部メーカーにタペットブレードってパーツがあってですね、それが折れちゃって弾が全く出ないってことが大変頻発してしまった。これがちょっとした欠点なんですけど、まあまあ、それもいろんな対策パーツあるんですけど、交換するパーツも持ってますから、はい、まだまだ現役の M14 でございます。はい、じゃあその命中精度がいいって言ったところのですね、特徴も含め、細かなところを説明していきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はいはい、そんなこと今まで言ったことない。そう、ないんですよ。お付き合いをよろしくって言ったことない。ちょっとですね、間が空いてしまったのでですね、いつものゴリゴリ押せ押せじゃなくなったわけですね。はい、またいそうな格好だしね、今ね。そうなんです。街で歩いてそうだもんね、そのままね。なんかね、ちょっとね、捕まりそうだけど、まあ、いそうかなと。お兄さん、ちょっといいですかって言われて、っていう。そうですね。職務質問されちゃう感じ。職質されそうな感じですね。でははいはい、マガジンから説明していきましょうか。マガジンキャッチがですね、こちらトリガーガードの前についてますね、はいはい、これを前に押してあげて、前方にちょっとスライドさせてあげて落とすという形になるんですが、はい、ちょっと銃重いんで置きますね、マガジンの説明で、はい、こちらのマガジンがですね、70発のノーマルマガジンがついてます。はい、これ上からピッピッガシャガシャ、はい、タイプの、はい、入れるタイプのマガジンですね、はい、これの他にゼンマイ式のマガジン、多弾倉マガジンというのがありまして、はい、それが440発入ります。はい、はい、
でですね、マガジンの入れ方がですねちょっと癖がありますので、うん、M14 の場合ですね、先にこれやっちゃいましょうか。マガジン入れる前に、ま、ホップアップのダイヤルっていうのがですね、マガジンの入れるところについてます。はい、これね、うん、ホップアップ、これがホップアップですね、はい、これをくるくる回してもらうことによって玉に回転を当てると。だからあれですよね、ホップを調整するときにはマガジンを抜かないとできない。そうですね、ちょっと指入らないと思うので、ね、マガジンを抜いてホップ調整を行ってください。でマガジンの入れ方なんですが、はい、こう銃を持ちますよね、はい、前方に引っ掛けて、はい、引っ掛けてからこうカツンと入れると、はい、前から引っ掛けてまっすぐだと入らないんで、これだけ注意してください、はい。まあマガジンの部分はそれで説明はもうそんなもんしかないんですけど、でバッテリーですね、これ長い銃なのでいっぱい入る場所はあるんですけど、これはストックです。お、今まではラージバッテリーというのがあったんですが、はいはい、今丸井さんの販売をやめてしまったので、はいはい、これでもミニ S バッテリー対応になってます。おで、コネクタが、はい、変換コネクタがついてるんですね、箱の中に入って、はい、でもしかしたら古いモデルだと入ってないラージのコネクタのままかもしれないんですが、コネクタ自体がねお店で大体売ってますからね、売ってますんで、それを使って変換をして入れてください、はい。で、ショルダーレスト、これが上がります、肩にですね、はい、ハンドを押さえるための実力、これね、ミニミの時にも、ね、はい、コメントいただいた、これの使い方が初めて知ったっていう方もいらっしゃるので、ちょっと構えていただきます。これはですね、ハンドをここの部分ですね、に当てて押さえると、跳ね上がりをですね、あ、眼圧を押さえるんではない、違います、違います、ショルダーって言ってるよね、あ、アイレストとか言ってないよね違う、眼圧は押さえたりはしません、はいはい、で肩に引っ掛けて使う、ショルダーレストを上げてもらうと、はい、蓋ありますんで、はいはい、これ開けてもらうと、これもワンタッチでパカッパカッと、ね、開きますんで、はい、今も先にバッテリー入ってますが、はい、今回はこれリポ入れてます、リポさんがリポの、はい、2000mAを入れてますね。で元がラージなんでね、余裕で入りますね、簡単に入るんで、はい、配線の取り回しもしやすいと思います。そしたら蓋を閉めてあげればこれで完成です。これで終わりと、はい、バッテリーの入れ方も非常に簡単なんで、ね、楽ですね、楽です、ポンと入れるだけ で、でセレクターなんですがあんまり見ないタイプですね、はい、こちら、はいはい、これをですね回すんです。A って手前に向いてるとオートだったと思います、はいはい、でこれをまた回転させて回してあげるとセミオート、セミフルの切り替えがここにあります、はいはい、で、セーフティーはどこなのよっていうことで、セーフティーはこちら、もうトリガーを引けなくしちゃうと、引きづらくしちゃうっていうことですね、はいはい、もうここで物理的ある意味物理的ですね、こう引けなくなります、はい、これがセーフティーセレクターの位置ですね。であとはこちら14の一応逆ネジなんですけど、ちょっと特殊なハイダーなんですね。そうですね、で大きい、これ内側のネジをちょっと回してもらって、ほうスポッと前に抜けるようになります。そうすると14の逆ネジがつけることが、14の逆ネジなのでサイレンサーなどをつけることが可能になります、はいはい、まあこれにつけるのはサイレンサーですかね。そうですね、サイレンサーちょっと注意なんですけど、これ長いじゃないですか、そうですね、銃が、はいはい、サイレンサーをつけるとさらに伸びちゃうんですね。そうですね、で、BB 弾がまっすぐ飛んでいくときに、ここの出口の部分、全然映ってないんですけどね、あ、大丈夫ですよ大丈夫ですよ、どうぞ、今のこの出口の部分にサイレンサーがつくとグッと伸びちゃうので、はい、そうするとまっすぐ来た BB 弾がちゃんと通ってくれれば問題はないんですが、はいはい、そんなうまくいかないんですね、はい、実際のところつなぎ目のところで弾道が変わるってことがありまして、弾道が変わってそのサイレンサー内に BB 弾ぶつかったりするので、長い銃にサイレンサーをつけるのはあまりおすすめできません。まあ、短くても当たるもん当たりますからね、サイレンサーつけるとね、長いサイレンサーは格好が良くなったりするんですが、ね、非常にあのデリケートです。なんか弾がいまいち出づらいとか、なんか変なホップじゃないけどなんか変な角度でこう弾が飛んでいくっていうのは大体サイレンサーの中で当たっちゃってるとかね、原因がある可能性が高いですね。気をつけてつけてください、ね、はい、サイレンサーに関してはですね。で、それとですね、スリングフックがですね、前スイベルフック、スイングフック、うん、
や、スリング、スリングフックス、スイベル、スリングスイベル、スリングフックが、まあいろいろ読み方ありますけどね、前後ろにあるんで、これスナイパースリングみたいな二点のちょっと革とかのね、そうですね、分厚いやつがね、セクシーかなと。セクシーなんだね。セクシーじゃないですか。そうです。やっぱ一応これウッドモデルだしね、今ね、ウッドがかっこいいと思いますね、でウッドモデルですけど、ウッドじゃないですからね。え、ウッドモデルは、え、ウッドじゃないです。ウッドじゃない、勘違いしちゃいけません。これは樹脂ですからね。へぇ、木目調の塗装を施した、ウッドタイプストックってことだね。タイプストック、そうです。大事なのはそれ。ウッドタイプストック、ウッドストックではないってことだね。言い方を間違えると、言い方悪いんですけど、フェイクウッドってやつですね。あ、要は偽物のっていうになっちゃうんですけど、それじゃなく、あの木だと傷む場合もあるんですね。あ、そうですね。その BB 弾に打たれたら変形しちゃったりもするんで、まあ重くなるしね、またね。重くなりますね。その点ではこれだと、割れたりはしないので、はいはい、サバゲーにバンバン運用してもそんなに害がないかなと。なるほどね。はい。で、あとちょっとリアルなこのチャージングハンドルなんですけど、これがね、やっぱこれかなりいい音するんですよ。こう、わかりますか、この金属のね。そうです、擦れる音、金属のジャリジャリっと、ここもリアルに再現してるんで、まあここはかっこよくガシャーンなんてやるとやっぱ壊れちゃう原因なので、まあまあやりすぎるとね、壊れますよね、そりゃね。まあちょっと楽しみで、もちょっとかっこよくガシャーンってやる分にはいいのかなと。はい。で、サイトですね、これ調整可能です。左右上下で、で一応これがクリ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 回して調整可能なのと、はい、あとフロントもこれは調整可能なんですか。いや、フロントはダメですね。あ、横には移動できますね、ひもネジをずらして、はいはい、という感じですね、はい、で、はい、一通りこれで説明したんですけど、オプションパーツが、うん、マウントベース、スコープマウントベースがあるんですけど、はい、ですね、これ非常に僕は気になる部分で、構えた時にですね、顔がこう乗ると思うんですよね、はいはい、ストックに、はい、これマウントベースつけると高くなっちゃうんですね、位置が。あ、で構えた時、顎で見るような形なんです。ここに顎を乗せて、ここの高さがね、そうです、この高さが非常に開いちゃうんで、はい、それはまあ今出てるマウントベースの種類にもよるんですけど、純正のは結構高くなっちゃうんです。あ、はいはい。で、海外製のやつもものによってなんですが、やっぱちょっと高めですね、普通のやつ。マウントって言ってもやっぱり高さが出ちゃうんですよね、サイトを逃がすので、どうしても距離が出ちゃうんですね。よくチークパッドをね、そうです、そうです、弾丸がこう、ダミーの弾丸を、ね、はいはいはい、刺してちょっと小物入れられる仕様を見たくしてるチークパッドをストックにカバーでね、つけてる人多いですよね。の方がやっぱいいんですね、14の場合は。大体この辺はね、やっぱブラックホークダウンでね、そうですね、M14 でね、降りてっちゃうやつですね、降りてっちゃうやつ、降りてっちゃうやつの仕様なんかにね、してやってる人もいますからね、で、まあスコープも似合う銃ですから、まあ現代版だと EBR とかになりますけど、うん、この時代、この銃自身もまだまだ根強い人気のある機種ですから、はいはい、運用するにあたってはさまざまな工夫をすれば使い勝手のいい順には変化すると思うんですね、うん、ただ長いのでCQB エリアとかちょっと太くですね、やっぱ取り回しをしっかりできる人、まあ、いや、これをこだわってる人はかっこいいと思うんですね、やっぱ CQB でこういうの使って。これは室内は厳しいよね、この長さはね、厳しいね、だからそれでもソーコムの方だったらまだと思うけど、それでも長いよね、長いというところなんですよ、さあ長い長い僕らが言ってますが、一体どれぐらいの長さがあるかというね、今これ打ち合わせなしのいいネタフリーになってますので、じゃあ長さをですねちょっと各部他ないですか、大丈夫ですか。なんかね、とりあえずいろいろ見たんですけど、一つあるじゃあるんですけど、テイクダウンが簡単なんですって。ああ、はいはいはい。で、トリガーガードと言われる部分ですねがあるんですけど、トリガーガード、はい、ここら辺なんですけど、はい、ここを外すとこうストックとアッパーが分離するんですね、はいはいはい、で
分解は可能なんですが、パコッカチッカンみたいな感じですか、カッ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 っていう感じ、結構ちょ今で映ってなかったけど、うん、カッ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 ガッっていうのは何でかっていうとコードがここを張ってるんですよ、ね、ああはいはいはい、でそれを無理して引っ張るとコード切れちゃうとか、はいはい、コネクタ抜けちゃうんで、はいはい、おすすめしませんあんまり、うん、必要ない時はもう分解することはしない方がいいです。あの私もあんまりこう重要のストックを外したいとは思わないんですね、はいはい、そういうトラブルがある。でまああとはあの全部説明しちゃったんですけどもね、テイクダウンとか稼働ギミックとかいろいろあったんですけど、まあ、何よりもこれは弾道がすごいぞというのが僕の一番のレビューの売りなんですね、はい、でまああのカラーも OD がありますよと、この長さのモデルは、うん、さっきいろいろ出てたソーコムっていうのもありますよと。でまあこの長さですね、ちょっと長さを測りましょうかと、はいはい、やっとね 5m メジャーが、まあ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 これで測れないものはないぐらいな、 5m 以上の銃があったら見てみたいもんですね。だけ1126mm 112.6 1m 超えましたか。超えたね、長いよね。でこれあのレスト収納時なんですけど、レスト伸ばすと、うん、約1200まで伸びます。まあレストを上げてね使う時にはまあガンケースには入れないんであれですけど、そうですね、ガンケースはねちょっと限られてきますよね、この長さだとね。1300とか1400ぐらいのものじゃないと、うん、高さは、スコープつけないでマガジン入れて、マガジン抜いちゃえばもう全然ちっちゃくはなるんですけど、マガジン入れても190なので、まあ幅はねほんとなくても大丈夫なんだけど、長さがちゃんと気をつけないとダメです、ガンケース頭出ちゃうよっていうね。でスコープつけても250ぐらいで終わるので、はいはい、あのこの部分は全然問題ないんですけど、やっぱここの横幅というか長さですね、全長が、ちょっと、選ぶかなと。あのお得ガンケースだと、うん、銃口だけニョキって出てくる場合が多々あるんで、ちょっとそれだけご気をつけくださいというところですね。ガンケースでもね、あのなんか先っちょにカバーみたいなのあるよね、引っ張り出せるやつもあるしね、うん、はい、ごめんなさいね、吊るしがないんですよ。もうこういう銃口さん、まさに吊るしをねやってほしいんですけど、ちょっと私はホッとしてます。なこれ吊るしは絶対大変だと思う。ダンシングな感じで、ダンシングな感じでね、これね吊るしで測ってたらね、もう絶対大変だったもん。ジャクソンさんみたいになってます。ちょっと殺されるからやめよう。デメケル・ジャクソンって前なんかね、いつかデメケル・ジャクソン、デメケルさん、デメケルさんと小山イケルとかも、ね、小山イケルさんいます、デメケルさんはあんまり出てこないですけど小山イケルさんいます、ね、はいはい、はい、重量いきますよ。お、はい、ん、はい、 3.6kg で一瞬力つきましたね。あ、今オフになっちゃったね。じゃあ行きますよ。はい、リトライ 3.6kg。 ほう、重いよね。ほう、これにスコープだーと。これバイポッドもつけられる、つけられますね。バイポッドアダプターっていうのが発売してて、はい、この穴につけるんですけど、さっき言えよって話ですね。そうなんですね、補足が大事ですね。こう穴につけるんですけど、いろいろつけていくとやっぱ、まあ、4kg 近いとか超えちゃうとかあるかもしれないですね、いうぐらいの、ものにはなってます、はいはい、で、まあこの重量感がね、また素敵な、好きな人はたまらんでしょうね、とこでもありますよね。じゃあですね、早速実写性能を皆様にご覧いただきたいと思いますので、はい、シューティングレンジの方へ行ってみたいと思います、はい、それじゃあどうぞ。はい、それではですね、アイスカイデポシューティングレンジの方でですね、早速実写の方を始めていきたいと思います。はい、はい、どうも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 。ですね、結構ね、レビュー終わってですね、こう今下に降りてきて、準備をしてたんですけど、ちょっと一回また間が空いてしまってですね、テンションの作り直しというところがあるんですね今日はいろいろアクシデントが、そうですね、アクシデント多いです、撮影所じゃないですけど、ちょっとね他のことでね、いろいろあります。夏目夏目夏目でもね、ドシャってアイスピック刺さっちゃった。アイスピックさんだ、何の話だっていう。
でですね、今 BB 弾、ナチュラルに入れてましたけど、はいはい、東京丸の 0.2g の BB 弾を使用しまして、はい、M14 のノーマルマガジンの BB ローダーで、はいはい、BB 弾をジャカジャカ入れさせてもらいました。上からね、はい、上から入れてビシビシッと入れて、はい、でですね、今 M14 のウッドタイプのですね弾速と弾道をこれから実写で、ご覧いただければと思います。はいはい、まあ、まずは弾速ですか。弾速と冬場はね、パッキンの調子もあるからなかなか、はい、一発を受けまして、すごいね、 92.38。 もともとちょっとですね、 M14 って高めだとは言われてたんですけど、はい、やっぱり今でも90台キープしているんですね。92.53、はい、はい、92.53、はい、非常に弾速はですね、ゲームのウェポンとしてはそのまま使える弾速ですね。で、実際のさっきまで僕はベタ揉みしてたわけですよ、はいはい、弾道がいいと。で、まあ剛くんですね、はい、だいぶ剛くんに固定してきましたね。剛くん、剛くんでですね、ちょっとビビダー受けてもらって弾道ですね、はい、見ていただきたいなと思います。行きますね。非常に素直な弾道ですね。まあ、今非常にビビ弾がこぼれてきましたけれども、はいはいはい、セミオートのフローとともにですね、人間体のターゲットなんですけど、強くですね、狙ったところに大体まっすぐ全部着弾するような感じで、はい、非常に安定した弾道が得られると思います。そうですね、サバゲーでは相手にしたくないですね。ちょっと狙われたくない銃です ね、これはですね、面白いギミックとかハイサイクルとかじゃないので、スローいらないと思うんですけど、いらないですか。これはすればいいと思います。ただ8センチのターゲットをですね、これは狙っていきたいなと。はいはい、まあ弾道がいいよと言ってる8センチ10センチとあとは大きい 25×35 です。35×25 ですね、はいはい、ダクタングルってのがこれ8センチターゲットをですね、まあちょっとで立射で当てる自信ないので、あ、はい、触らせてもらって、実際にちょっとどれぐらい当たるか、集団するかというのを試していきたいと思います。はい、ここは端折らないで僕またこれかけてきますからね。はいはい、なんかピッとか言ってね、音を出してこう場面を切り替えるなんていうことはしませんので、全部こうありのままの状態で、はい、8センチターゲット置いてみました。ちっちゃいっす、やっぱり8センチはね。そうですね、これ15メータープラスアルファなんですけど、大体15、はい、16ぐらいなんですが、8センチのターゲットみたいなのちっちゃいんですけども、これに当たるってことはもうサバイバルゲームではですね、もう何ですかね、ヘッドショットとかのレベルではないんですね。もう完全にゲームで、まあ大体向こうの剛くんがあれ人サイズですか、リアル人サイズのところで8センチっていうのはもうヘッドショット、もうそのレベルを超えてる、レベル超えてる。はい、でどれぐらいの精度があるか、今実際にですね打っていきたいと思います。はいはい。はい。はい。わかりますか？満射。わかりますか？いや、11発打ちましたけどね。空打ちは含めず。はい、これですね、私一切サイトずらさないで打ってるんです、はいはい、わざと弾道によって、ずらすんですけど、よく当たるよっていうのはここの表現なんですね。サイト通り狙ってもまっすぐ飛んでいくという、はいはいはい、で、まあ、じゃあフロートだとどれぐらい乱れるのかなっていうのがあるので、はいはい、フロートでもちょっと打ってみたいと思います。
てる人、はい、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、はい、あれはもっと当たるぜっていう方もいるとは思うんですけど、ちょっとごめんなさい、これ誰だよ。あのでもですね、命中率というのがですね、非常に高い銃ではあるんですね、14というのが。で、実際にこう8センチのターゲットを撃ってみて、セミオート、フルオート両方で切り替えて撃ちましたけど、セミオートの弾道というのはほんと素直なので、これもうスコープとか乗せて狙うとですね、かなりこうサバイバルゲームでも相手と戦って距離もですね、遠い距離でも狙えるので、すごく優れた銃だと思います。14はやっぱりこうよく当たるって言われるだけあります。はい、もう本当にカスタムしてない、はい、ノーマルでここだけの性能がありますので、カスタムの余裕がやっぱ予算的にないとかいう場合はですね、14の選択っていうのも一つ面白いんじゃないかなと思うんですね。ただですね、やっぱり長さ、まあね、インドアではもうちょっと厳しい長さですね。致命的な長さなんですけど、はい、ただアウトドアのレンジっていう距離はですね、非常にこの銃はですね、効果を発揮しますので、はい、ぜひよろしければですね、これリクエストにもありましたけど、はい、14の方をですね、ぜひぜひとご検討していただいて、まあ、次世代とまた違うスタンダードの命中精度っていうのも味わっていただければと思いますので、ぜひよろしければ参考にしてみてください。それでは、あ、いやいや、もうチャンネル登録は、あー、なるほどね、やらしいやつやれって、はい、やらしいやつ、ちなみに僕は言わされてるだけなんですけど、言わされてるだけなんです、はい、チャンネル登録の方ですね、ここら辺に多分ここら辺っていうか、まあ、下の方を選んでもらって、はい、あると思うんですよ、はいはい、で、そこ皆さん簡単ですよ、ポチッと押すだけですから、やり方わかんない方でもチャンネル登録ってところポチッと押すだけで、これは僕が決して言わされてるだけですからね。いやいや、ぜひチャンネル登録ね、そしてあとリクエスト、コメント、はい、お待ちしております。はい、はい、答えにくいのには答えないんですけど、答えられるものには答えますので、ぜひぜひよろしければコメントもください。はい、それじゃあよろしいですかね。はいはい、大丈夫です。はい、じゃあチャンネル登録の方でね、はいはい、ちょっとお願いします。はい、それじゃあよろしくご検討ください。それじゃあバイデー。